エンテロドン化は、約3720から1597万年前に、当たる、新生代古代3期シシミオ後期プリアボニアンから新、第3期中心予前期バーディガリアンにかけて、北アメリカヨーロッパアジアの森林に生息していた、雑食性の絶滅哺乳類のトが、アルケアシリウムモールトニの頭骨エンテロドン化は、 リチャード・ライデッカーが命名し、ウィリアム・グレゴリーが1910年の論文で、不反数類に分類した。彼らは1998年に、ルーカス・らがたま、ひずめめに分類し、キャロルやボイス・セリエへ通る、トールでエンテロドン城下に分類されている。エンテロドン家は長らくイノシシア木に分類されていたが、豚よりも、クジラやカバに近縁であることをスポールディングらが発見している。 クジラと、ウシモク、メソニクス目の関係の位置づけは、アンドリューサルクスが、どの分類群に属するかにより大きく左右され、アンドリューサルクスは、エンテロドンカあるいはその禁煙な分類群に属する、ことが示唆されている。ダイオドーンの骨格アルケオテリウムエンテロドンカは巨大な、胴体と細長い獅子、長い口を持つ、雑食性の絶滅動物である。 最大のものは北アメリカのダイオドンショショネウシスとユーラシアのパラエンテロドンインテルメディウムであり、肩高は2.1メートルに達した。なお、脳はオレンジと同程度の溶石だった。M 面動作と CM ジャニス及び P パルムクビストは一つの標本を用いて体重を算出しており、その推定値は421キログラムであった。エンテロドン化の歯は、 すべての種類が揃っており、重厚な紋士、巨大な剣士、尖った、小球士、比較的単純で平坦な大球士が確認されている。これは、現代の豚と同様に雑食性であることを示している。巨大な種では、バイソンのように背中に、コブが存在し、重い頭部に重心が偏らないよう指示していた。足の骨の長さと比率は、 平地での走行に適応しているが高速では走行できない他の夕日爪動物と一致する。他の牛目の動物と同様に二つに分かれた日爪を持ち、その二本が地面に接していた。残る二本の指は大化し痕跡のみ残っている。エンテロドンカの頭部は巨大で、下顎の前方及び中間部には下方に伸びる骨の突起が存在し、 頬骨も板状の突起となって突き出していた。これは強力な顎の筋肉が付随する場所であった可能性があるが、生体よりも、腰体の方が構造が発達している種も見られる。牛目に共通するパターンに基づき、派手な装飾を持つ個体は、オスだったと考えられ、噛みつきや顎でのつくあいを含む、オス同士の闘争において、目や喉を保護していた可能性がある。 エンテロドンカは口を大きく開けることが可能で、この形態は狩りや腐肉食と関連しているが、同様の適応をした、禁煙な生物であるカバは相手を威嚇するために口を150度まで開き巨大な剣士を見せつける、植物食生動物である。メスが相手の体に、速報から近づいて、頭を叩きつけて攻撃する一方、オスは向かい合って口を開き合う。 顎で戦うといった競争に参加する。アーケオテリウムでは、胸角や頭部に傷を負った標本が発見されており、そのどちらもが、同種間競争に起因するものである。チャールズ・アール・ナイトによる、エンテロドンの復元図エンテロドン化は、死神予後期から、中心予前期にかけて、中国、ヨーロッパ、北、アメリカに分布していた。同じ環境に生息した。 他の動物では、猫に似た、ニムラブスカのサーベルタイガー、熊に近縁な、アンフィキオンカ、ニクハメヒアエノドンカが、頂点捕食者の生態的地位を占めていた。エンテロドンカの歯では肉を切り裂くことができず、基地の動物食生哺乳類が、すべて歯の巨死状構造などを独自に進化させている。ことから、エンテロドンカが、捕食動物であった可能性は、高くない。 しかしエンテロドンカは当時の環境において最大の生物の一つであり接触可能なものは容易に手に入った。熾烈の研究から顎の力が非常に強かったことと歯が極端に摩耗していることが判明している。正面の歯は噛み合っていたためエンテロドンカは双本植物を刈り取って採食することはできなかったと推測されている。 正面の歯の溝の摩耗は歯や樹皮を剥がして食べていたことを示唆している。しかし、すりつぶすための歯を持たなかったことは、彼らが完全には繊維質な植物に適応していなかったことを表している。アーケオテリウムが持つ三角形の薄葉に見られるパイ、クラスト骨折摩擦は、現代のハイエナにも見られ、骨を破砕するための特殊化も複数確認されている。 人や豚及び大半のクマと同様にエンテロドン化の動物は多様な食物を接触するために破砕用の大丘子を持っていた。彼らは動物の死体と現代の豚やペッカリーと同様に果実、種子、根、樹皮、葉、キノコ、無脊椎動物、そして時に小動物を捕食していた可能性がある。ダイオドン最大の種の一つであるダイオドンは 2100万年前から1900万年前に、当たるネブラスカ州のマヤセンアゲートスプリングス、ボーンベッドから発見され、そこは、陶磁雨と寒気を伴う反乱源の環境であった。そこは、小さなガゼルのようなラクダ、巨大な、カリコテリウムカノモロプス、現代のプレーリードッグの生態的地位を占めていた、地上ビーバーのパレオカストール。 群れで生活した数千頭もの小型のサイが同時に生息していた。サイは寒気において周期的な大量死を迎えたが、ダイオドンの化石は多くは発見されていない。これはダイオドンが集団で生活する生物と死肉に群がる生物のいずれでもなかったことを示唆している。ありがとうございます。